トーマス C ・トーマス・ジェファーソン・ジャクソンシーの観測所で働いた。当時アメリカで最も有名な天文学者となったが、その非妥協的な言動からいろいろな分野での学説は専門家からは無視され忘れられた存在となった。1880年代に冥王星の外側にオセアヌスなど3つの外惑星の存在を予想したことが記録に残っている。 メアアイランド海軍交渉での観測から、月は地球の重力で捕獲されたという捕獲説を提唱したことで知られる。しかし、月の捕獲原因として抵抗物質なるものを提唱したがそれ自体の存在は証明できなかったこと、また月のような巨大天体を地球が捕獲できるか疑問視されたことから後に否定された。ありがとうございます。